はいそれでは大変お待たせいたしましたお時間となりましたのでユニークキャララウンジ第582回を始めていきたいと思います本日インタビューを務めます青木ですよろしくお願いいたしますこちらのユニケリラ約1時間のオンラインインタビューとなっておりまして番組の後半の方では 視聴いただいております皆さんとゲストさんとの Q&A のお時間も設けられたらなというふうに思っています。リアルタイムで視聴いただいている皆さん、もし感想やご質問等ありましたら、随時インタビュー中もチャットの方からお寄せいただけますと、私の方で取り上げさせていただきますので、気軽にチャットの方からご連絡お願いいたします。では、皆さん。 お待ちかねかと思いますので、早速ですが、ゲストさんのご紹介に移っていきたいなというふうに思います。本日のゲストは、ベンチャー r ロ p サム s c e o の小泉作吾さんです。小泉さん、本日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。土曜日の朝早くからありがとうございます <laughs> いい。いい、ちょっと眠いですけど、頑張ります。<laughs> 朝 <laughs>、ね、朝方でででですすすすかかか結構遅いですねい昨晩も3時まま仕事しててからの今日にななりそ、うん、そううん全然そうとは思え爽や早かありがとうございます。いい 小泉さん、こういった形でご自身のなんか人生語られるインタビューって前にも受けられたことありますかいや、人生は多分ないですね。今の事業に関してのインタビューは非常に多く受けさせていただいているんですけど、そうですね、人生は、<laughs> ああ、でも1回だけラジオで軽くはあります。そんな深掘りはなかったんですけど、軽く人生について語ったことはあります。はいはい、ラジオで、はい 嬉しいですあの。ということは、ちょっとね、今日今回、ユニキャリの大きな特徴は、もちろん、あの小泉さんの今についてもお伺いしていくんですが、まあ、ちょっとその原点となった過去についても、かなり深くお伺いをしていくようになるかなと思いますので、まだね、あの皆さんが知らない、知らない小泉さんも、今日は一緒に解き明かしていけたらなと思いますが、小泉さん、改めて、本日お願いしますというところと、はい。 今回のユニキレを通して、初めてあの小泉さん、そしてベッチュアブロッサムの存在を知りましたという方もいらっしゃるかなと思うので、簡単にで構いません。最初に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい。はい、えっと、ま、富山県出身でございまして、はいえーま、1997年の3月25日生まれて、今24歳です、25の代になります。はい えとまあ、ずっと富山県で出、えー、と生まれて育ってきたんですけども、まあ、千葉県には神田外語大学の進学を機にこう上京してきました。うん、で大学1年生の時は、まあ、本当にずっとサッカー部サッカー部所属だったんですよ、まあ、サッカー部がほぼほぼないような状態の大学だったんですけどずっとサッカーしてきて。 で大学2年目で、まあ、何かしらカナダ外国大学っていう、まあ、英米語学科英語を勉強していたので海外に行く方が非常に多かったんですよただ目的が特になくて、えー、と留学される方が非常に多かった、まあ、先輩もそうだったので僕自身はこう、えー、とサッカーを目的として、えー、と1年間休学してニュージーランドに留学して聞きてますで えとサッカーが目的だったので、まあ、セミプロ契約という形で1シーズンこうプレーして、えーとまあ、そのままサッカーをそこでスパッとやめて帰国してます。で、帰国を、えー、イベント団体の設立であったりとか、あのー、人材紹介会社のインターンで、まあ、大学を中退してます。僕、大学4年目の時ですね。その時まだ1年間休学と1年留任してたので、大学2年生だったんですけど、で1年間。 えー、大学4年目で大学を中退して、中退後に東洋不動産と、あと介護職の人材紹介会社を経て、まあ、昨年ですね、2020年8月16日に会社を設立いたしました。で、1次業目は今、今、多分この聞いている方って、まあ、ママのチーズケーキの小泉と思っていると思うんですけども、うん、1>, まあ1事業目に全然違う事業をしてまして、うん、1>, あの1事業目はあの旅のプラットフォームですね。うん を作ってでそこは4ヶ月運営した後にちょっとあのまあうまくいかないというかこれ以上うまくいかせるとしたら資金調達を億単位でしなきゃいけないで僕その時全然資金調達分かってなかったので、まあ、そのままあのピボットしてますで2次業目が香り付きハンドスペーという化粧品事業をして、まあ、クラウドファンディングは成功したもののその後の売れ行きがよくなかったでそれ のチューベルっていうブランドなんですけどもそのチューベルのブランドと同時並行で進めていたそのママのためのチーズケーキとか当初からのブランド、うん、ママのチーズケーキです、ね、が今年の6月から動かしていたんですけども7月8月でもう6日で300食以上こう完売できたんですねでそこの反応を見てあこれはまあうまくいくだろうっていうテストマーク ができたので、9月からあのオンライン販売開始して、でそこでもしっかりと3時間で完売ができたっていう、でこうローカルメディアを中心に今取材していただいてまして、で今後まあ来年の頭1月ですね、まあリアル店舗をこう構えるっていうようなスケジュール感で今動いています、はい。ありがとうございます。いやもう今のお話だけでもかなりね気になる点がたくさんあるんですが、来年出店ご予定なんですか？ あそうです、そこはもう決定してまして、まあ、富山県南砺市で期間限定で販売してそのまま 1>,、はい、あの1月から富山県南砺市で店舗を構えることになりました。はいはい、あもう地元の方で最初は店舗を開かれるんですねそうですねまあ近くにこう金沢、はい、石川県の金沢が本当に近かったりとかして、うん、あのー、まあ立地としても結構面白いのかなっていうのは思ってます。うん。 なるほど確かに観光客の方もそれこそ寄られるかもしれないですね、立地的で言うとそ,の今のそうですね、本当に収穫方法次第で観光客の方にも来ていただけるような店舗になるというのは、うん、まあ見据えられたので、そこの出店を決定します今ちょっとチャットの方にも貼らせていただいたんですが、あのママのチーズケーキの方は、あのインスタグラムも。 公式のものをされていらっしゃいまして、今回のイベントページにも、あのもちろん、今回の YouTube の動画にも記載はさせていただきますので、皆さんぜひ見ていただける、何し、調べてね、見ていただけたら嬉しいなとは思うんですが、まあ、このママのチーズケーキという言葉もう、ね、先ほど小泉さんからもあのご説明ありましたが、決してこれが最初だったわけではなくて、本当にいろいろ紆余曲折、いろいろなさまざまなことを挑戦されて、今に至っていらっしゃるわけではあるんですが、 先にしてちょっと今のお話伺っておきますとごめんなさい小泉さんめちゃめちゃ初歩的な質問をしますが、うん、ママのチーズケーキって何ですかまあママのチーズケーキっていうのはこの事業自体は、まあ、裏というか、はい、もう事業自体のことを言うとシングルママとシングルパパを雇用するための事業。 ポクレーションを割り切ってまして、うん、ただまあ表の顔はあのーまあ、ママのためのチーズケーキママがこうほっと一息つくようなひとときを提供するチーズケーキっていうことで、えー、やってます、うん、で、まあ、そもそも多分なんでシングルママかって思うと思うんですけども、うん、と今一緒にやっているそのチーフパティシエがハガっていうこと今一緒にやってるんですけど、うん、最初からあのチーズケーキを動かす段階から うん、やってるんですけどその子がシングルママのもとでこう生まれ育ってきてで僕と出会ったのが今年の4月なんですね、うん、4月に出会ってその時、えーとまあ、シングルママのための何かをしたいっていうことでそれが食品なのか、うん、えーサービスなのかわ分からない状態でいたんですね、うん、で僕が、まあ、5月時点で彼女が作るこうチーズケーキとか当初から食べて、うん、あこれはまあ売れる。 売れるだろううっていう、うん、僕はもともと結構マーケティングには非常に興味があって勉強していて少なからずあああの自信というか今やってみたい施策とかいっぱい抱えていたので、うん、それを合わせたら全然売れるだろうということで、えーとうん、動かしたプロジェクトですあっ知の方との出会いが一番最初にあってそ,そうですそうですうん 皆さんのための雇用創出というのはこれはどういう雇用創出のさいなていうんでしょうこうイメージで最初チーズケーキから始められたんですかどういうイメージあの、うん、もう多店舗展開をすることを前提として全国のシングルマザー、うん、シングルパパがまあ、気持ちよくこう働けるような雇用、うん、あのーうん、場所として考えてまして、うん、まあ、それこそ、うん、あの給与を高く、うん やっぱりシングルママ、シングルパパってどうしてもこう、世帯、うんまあ、年収は低くなってしまう、他の家庭と比べて。はいうん、特に、まあ、シングルママの平均年収は224万円とかなので、まあ、非常に生活することすらも難しい状態にある家庭が非常に多いんですね。うん、で、なんなら、うんあの、シングルママの課題感として、その別れた、うん、あの旦那さんから、 そういい養育費とかもらえない家庭が非常に多い最初に契約書とかの契約書かなまあ、あの書類で巻いていたとしてもやっぱり1年2年3年と経つつれて支払いが遅れて支払いがなくなってくるっていうことが非常に多くあってでそうするとやっぱりどうしても自分一人のあのー まあお金でではこう生活がききなないいいっってててうのが結構現状になってきているそういうのを見てみたいとかまあ聞いたりとか僕学生時代から僕自身は別にシングルママの元で生まれたわけではないもののそういう,こうお金のない家庭のための,の NPO 法人でインターンしたりとかしててそこに関してはまあ非常に興味のある分野関心のある分野だったっていうのとまあ合わさってやってるんですけども。 そうですねそこのシングルママシングルパパ、何しそこの課題感に非常に強く関心のある方々をこう雇用することによって、まずはあのシングルママシングルパパが働きやすい、その精神的に安定できる、安心できるような、はいえー、場所を作ること。で、うん、うちとしては高い給与をこのママのチーズケーキでじゃあお渡しできるかっていうと、まあ、ビジネスモデル上非常に難しい側面はある、はい、けれども、週4日勤務。 完全週4日の正社員を、うん、あの導入することによってじゃ週3日は子どもと触れ合う時間時間を作ることができるないしその週4 3日の休みのうち週1日をこれは多分結構意欲的な方にな限定されるとは思うんですけどもこちら側、まあ、僕がこう独立の仕方であったりとか副業の仕方であったりとかそういうプラスアルファを稼げるような、えー、まあ武器を持たせることによってもうその年収が えー、うちの会社だけで350から400を目指すんですけど、まあ、普通の 1, 1年目の正社員ですねそこの給与を目指すんですけどそれプラスアルファじゃ600万700万で独立して1000万とか稼げるようになったらそれこそあの結構ハッピーなんじゃないのかなっていう予測のもと今、うんはい、動いてますそうですねパティシエ採用になりますあの、うん、うちのチーズケッキーその9年間 パティシエが今作っているんですけど、うん、そのパティシエというのも独学のパティシエなんですけど<ー>9年間ずっと家族のために作り続けてきたチーズケーキなんですけど、うんはい、そのなんか青果学校に通っていたとか、うん、そういうチーズあケーキ屋さんでバイトしていたとかっていう経験はなくて本当に独学、うん、なので、うん、特に難しい作り方その方法は え全然してなくて、うん、なんなら僕も3ヶ月前ぐらいから僕自身も作り始めていて、うん、今は1人でも作れるようになったので、大体今3ヶ月から2ヶ月、2ヶ月から3ヶ月でちゃんと1人でもこう作っていけるような体制を整えているので、うんうん、なので、パティシエ採用、うん、になります。なるほど。そういった形であの店舗をまず増やしで、その店舗で働かれる方々が、例えばシングルマザー、ファザーさんも働いて、 そ,それによってこう、その方々のお子さんのそれこそ笑顔も守っていきたいというのが小泉さんの思いの中にある、だから今日のイベントページにもね、あのと葉としては書かせていただいてはいましたが、こうママ、パパだけじゃなくて、子どもの笑顔もっていうのも、ここもどうつながるのかなと思ってたんですが、その雇用創出から全体的に広がっていくのが、イメージがあるんですねそうですね、まあ、子どものところにフォーカスをあっている理由は、うん、僕自身がもともと、まあ、子どもなんですよ。うんあの 教師志望で,で、ねうん、そうですねで経済格差イコール教育格差になっている現実をどうにかこう課題解決したい、うん、どうにかあのどんな子供であっても生まれた時にそう、うん、これからの人生の大半が、ね、操作というか、うん、あの決められるのではなくてどんな子供でもでも自分の夢を語れるような。 語って周りの大人がサポートできるような体制の、まあ、社会をこう作りたい、うん、でもその中の1つにやっぱりシングルママのことで生まれた子供って、うん、うーんどうしてもこう教育費にお金をかけられないので、うん、まあ不利になってしまうよね、はい、でもそこをまずはどうにか解決しないと全然先には進めないと思っているので、まずはママのチーズケーキからやっています。うんうん、いや本当に今マサに今されていらっしゃることも なぜね、あのー、そもそも小泉さんが教育に興味を持たれるようになったのかといったところも非常に気になるところで、今日はね、それを全部お伺いは、ぜひぜひしていけたら嬉しいなと思うんですが、皆さん実際に、あのー、ママのチーズケーキ、まだ実は見たことないな、買ったことないなということはいらっしゃいましたら、これ今オンラインでも販売されてるんですよね、実店舗だけじゃなくて。はい、オンラインで販売してるんですけども、うんうん、えっと、今週とか先週とか、多分来週も、 はい,はい、あのオンラインストアではちょっと新規のお客さん、うん、あの注文を受け付けてなくて、クラウドファンディングをやっているので、はいうん、そちらから今お願いしております。はい、ありがとうございます。すうん、ありがたいことに、うん、あの製造が追いついてない状態になってます。うん、おー、そうなんですね。はいなので早く店舗を作って早く、うんうん、あの雇用を作って人員拡大。うん 全部、全部同時並行でやんなきゃいけないっていうのが今の課題です。うん。確かに、そうですね。関さっきやつね、本当におっしゃられる通りですね。うん。あの、今、こう、今はママのチーズケーキ。そして、チーズケーキだけではなくて、えっと。こちらが、ガトーショコラも元々、もともと。はい。されていらっしゃって。 今も当初頃もクラウドファンディングの方うで、まあ、セットで買ったりとかもできるということで、はい、ぜひぜひ皆さんのクラウドファンディングページから、ね、見ていただけると非常に嬉しいなそしてあの今後小泉さんがこう実店舗を持たれる際に応援に駆けつけてあげていただけると嬉しいなというふうには思うんですがまた後ほど今何をされているかというお話には戻ってこようとは思いますが。 そもそもの小泉さんの原点となりました幼少期にまでちょっと今回は遡ってお話をお伺いをしていきたいなというふうに思います。あまり、はい、過去のお話そんなにされたことはないというふうにね、先ほどおっしゃっていたので、いろいろと初出しの情報もあるのかなとは思いますが、皆さんぜひぜひ小泉さんがなぜ今この事業をされるに至っているのかというのを一緒に振り返っていただけたらなというふうに思います。はいはい、では、早速ですね。 ちょっと過去に遡りまして、小泉さん、今、あの25歳の代とおっしゃいましたが、最初に人生のまあ転機として挙げていただきましたのは、高校3年生17歳の頃になります。こと、自己紹介でもおっしゃっていただいてましたように、この頃はえっは、と、小泉さんとしてはこうも,うも,うもう部活とかいうか、サッカーだったりですとか、本当に明け暮れていた時期だったんですか、それまでが。そうですね。 サッカー始めたのは兄の影響で小学校1年生からずっとやってたんですけどま、はい、あ, <laughs> あでもあ,あの全然下手だったんですよあそうなんですかそうですねあの下手ではい、はい、下手だったけれども向上心のある下手っていう、うん、で自分のその時は全然自己分析というか客観視ができてなくて、うん、ひたすら球を蹴ってたりとかひたすら走ってたりとかうん、うん でえっ、ー、とまずっとこう目が出ず目が出なかったもののずっとプロサッカー選手になりたいっていう思いだけはあって、うん、ただこの高校3年生の時にうん、うん、えっとまあさ何ですかね高校3年生も本当に嫌な思い出ではあるんですけど高校3年生の時に B チームだったんですよトップチーム A チーム 上がれず B チームででプレーしてて、うん、でその B チームの練習試合ですらもなんか監督に、ま、出してもらえないっていうなんならそれは後から聞いたんだけど、はい、いや忘れてたって言われてそこでもうぶち切れちゃってっあのー、すんごい怒ってサッカーそのままやめました、ね、<ぁ>それでもうサッカーの夢はとりあえずもういいや も振り切ってじゃあ次に教師になる夢を抱えていたので、うん、あのー、教師にいい教師の自分の中の定義はもう自分の経験をバン,バンこう幅広く話せられる教師それが中学校の時の恩師もそうだったので、うん、まそういうような先生になりたいなっていうことで海外に行ってます、うん、オーストラリアですね高校3年生の夏に決めたのは春ぐらい4月とかに。うん もう海外行きたいって言ってうん、うん、急遽いろいろこう段取りしていただいて交換留学として7月に行かせていただいてますその時が非常に自分の人生の中でも、うん、まあ一つのターニングポイントだなと思ってて、うん、なんかそのまではその留学はなんかこうキラキラしているものなんかこうパーティーがあって、うん、あのホストファミリーと深夜までこう語り合ってみたいな。 かそういう留学をこうイメージしてたんですけど、うん、僕の留学は全然、まあ、楽しくなくて全然つまんなくてもう正直言うと1回目の留学は全然楽しくなくてだホストファミリー、うん、じゃホストブラザーはもう小学校3年生だいぶ年のが離れていて、うん、なんかお兄ちゃんと弟みたいな関係値になって、うん、もうちょっとこう何語り合うとかそういうのがなくて、うん、で家族全員すっごい早い時間8時にはもう寝るみたいな。 うん、感じでで授業も全然ついていけずもう向こうの現地の,あの高校に普通に交換留学として行って、うん、現地の生徒と同じようにこう勉強してたので、うん、まあ最初全然分かんなかったんですよ。うん、でオーストラリア結構鉛が強くてなんならもう田舎町だったので、うん、正直全然聞き取れないかったですね、うん、最初は。うん、でそういう言語の壁も感じて。 全然楽しくないでもこの留学には50万円かかっているっていうことはま聞いてたのでいやこれ50万円に見合うかなっていうそういう投資費用対効果を考え始めたのが多分この高校3年生の夏からですね。でこの50万円をまあ回収というかあの自分の力で稼げるようになりたいな。でそこからブログを始めたっていうのが。 あのー、自分がこうビジネスの道に歩み始めたきっかけでしたね。ブログでは別に稼げはななしなかったものの、やっぱ大きいターニングポイントでした。うんうん、なんか思いがけず、社会の金銭感覚ではないですが、なんかこうビジネスの感覚が芽生えたのがまさにこの留学がどちらかというとこう楽しい方ではなかったことによって芽生えたってことなんですね。 そうですねすごい自分と対話もできたんですよ。自分と対話そうです家族が全員こう 8,、うん、8時はもう寝るけれども自分のサイクルはもう全然11時、うん、12時に寝るっていうのが普通だったんです。それで全然朝も起きれていたので,、うん、でその3時間4時間ずっと、まあ、勉強もしてたんですけど、うん、めっちゃ真面目にだいぶ真面目に全然聞き取れなかった単語を。うんうん ががあるのが悔しくてすごい書いたりとか聞い,て、うん、聞いたりとかしたんですけど、うん、ただやっぱりその自分と向き合う時間も作ってたので、うん、自分とずっと向き合ってました、ね、今以上に多分向き合ってて今以上に自分と対話してて、うんうん、そこはやっぱり大きかったです非常に。ちなみにこの時がの留学が海外に行かれたのは初めてになりますか そうです海外がこれで初めて。あ、初めての海外でな、どれぐらい留学されてたんですか ?2 か月間です。お初めてで2か月間海外に、しかもお一人ですもんね。はい。なかなか思い切ったことされましたね。<laughs> そうですね。<laughs> で、なんかほぼほぼ一人暮らし状態になってたので、うん、すごいなんか初めてのことが多くて、いや、今思うと、つまんなかったものも非常に有意義で。うん なんなら別の角度からは楽しい2ヶ月間でありましたご自身としてもなかなかそう,あのうまくこうすんなりいったような留学ではなくて、まあ、いろいろな感情を抱えた留学だったというふうには、ね、今もおっしゃってはいらっしゃいましたが。 現地にいたときに、まあ、なかなかそれこそ英語が聞き取れないとか、まあ、自身が思っていた、まあ、ホストファミリーとの生活も違ったとか、なんかそういうギャップを感じられたときに、現地ではその感情をこうどうやって乗り越えていかれたんですか少しずつ。感情の乗り越えですか特に多分感情の乗り越えとかはせずに。うん。何だろう何なんだろう,なんなんだろうでも。うん 友達というかクラスメートはありましたし、はい、その日本語担当みたいな。うん、向こうから、向こうの学校から一回自分の高校に来てたんですよ。うんうん、で、僕が、とから行ったっていう状態も、まあ、しっかりとこう交換留学したような状態でもともと少しだけ話したとかっていう友達もいたりとかしてたので。うんうん、なのでそういうい えっと、日本語を勉強している友達に自分の片言の英語で感情表現するとか、うん、そういうアウトプットはできてたので特にめちゃめちゃ行き詰まったっていうわけではなかったです。うんうん、現地のご友人と、ま、やり取りしつつどちらかというとその留学期間に投資をしていた自分の、ま、お金というねその投資自体を いつか将来的にこう回収できるぐらいになってやろうというその感情が生まれてくるのかでも小泉さんらしいですね。なかなかそこまで当時考えるに至るのかなと、高校生の頃に。<laughs> いや、うん、考えないと思います。なん富山県で全然ビジネスとかやっている人は周りにいない状態ではあったので、うん、いや今思うと、そうですね、うん、全然インターネットで調べて、そういう情報を得てとか。うんうん、はい だったので英語を勉強しに行っているはずが調べているものがちょっとビジネスチックなとことかもあったので、うん、<笑><笑>すごいすごいですね <laughs> じゃあもう現地にいらっしゃる頃からある意味こう企画した後 というか、まあ、将来的なところも踏まえて何か自分自身でこうお金というものを稼げるようなそんなことがしたいなのでその前まで思ってらっしゃったサッカー選手という夢からちょっと変わってきた感じですね、うん、まさにタイミングはそうです、うん、実際に今振り返ってみるとあの小泉さんにとってこの時留学をしていたということは今改めて考えてみてもあの留学はしといてよかったなっていう感じですかいやめちゃめちゃよかったですうん<その> <laughs> い,やいろんな副産物が得られたのが大き,い大きすぎました、うん。まさに、確かに今こうやってビジネスをされるきっかけにもなってますよね。そうですね、そうです。うん、ただ、この留学をされていた頃に関しては、じゃあ将来何になろうかとかっていう、なんか新たな夢っていうのは、もうすでにできていらっしゃったんですか、この頃って。いや、高校3年生の夏では全然できてなくて、うん、やっぱり教師になるっていうことは固く思ってました。うんうん うん,う,んうん、うん、学校の先生の中でも英語の先生、ね。そうです。ですかね。はい、これ英語の先生を目指そうって思われたのは、これは何か理由があったんですか？英語の先生を目指そうっていうのは、えーうん、まあ、地元の中学校僕が出ている。福光中学校っていう中学校なんですけど、はい、そこのサッカー部がまあ弱かったんですよ。うん,うん。うん で、純粋にそこのサッカー部になりたいっていう思いと、中学校の時の英語の先生が非常に面白くて、うん、なんかあのーうん、コーヒーが好きだな。先生だったんですよ。で、はいはい、コーヒーで有名な国ちょっと今は覚えてないんですけども、うん、そこで実際に買ってきたコーヒーミルとか、あのコーヒーのポットであったり。とかを学校に持ってきて、うん、なんか飲み始めるっていう授業中に。 <laughs> で,で英語であの説明するっていうような授業とかが非常に印象深くて<ー>そういう自分の経験を話す先生だったんですよ<ー>こういう国があるとかこういうものがあるとかあとは絶対にその授業の終わりに英語の音楽をみんなで歌って終わるみたいなビートルズとかも流して、えー、それで少し。 紙歌詞の紙をもらえるんですけど、そこの一部分が空欄だったりとかして、それも授業になってたりとかして、非常に面白い先生で、うん、あこういう先生のように、まあ、なりたいなっていう。で、その先生もまあサッカー部の顧問だったので、そうなんですね、うんそうです、そこの先生が非常に自分の中では大きいですね、大きい存在です。うん、うまさに先生もなかなかのユニークさ。<laughs> ユニークですね。なので僕、うん、あの、 中学校の時、はい、サッカークラブとサッカー部どっちも所属しててうん、うん、週6日ぐらいで練習とかで空きくれてたんですよなんなら部活終わってからサッカークラブに行くみたいなで授業中はめちゃめちゃ寝てたんですけどうん、うん、英語英語の点数だけは非常に高くてうん、うん、なんでそのうん、うん、全然勉強しないながらにも自分が楽しめる授業は英語。 で必然的にる点数も高くなって、そのまま高校も英語が英語系ですし、うん、大学も英語で進んでました、うんうん、そうなんですよね、<laughs> 次にあの進まれるのが、まさにあの外国語大学の方にに進まれているということなので、もうこの大学進学っていうのも学校の、しかも学校の中でも、英語の先生になるっていうことをまあ目指して、外国語大学を選ばれてたんですか。 自分の中の選択肢としてはその高校3年生の夏に海外行ったことによって、うんはい、多分周りは大学のことについてめっちゃ調べてたんですよで僕は全然調べてなくて留学が帰ってきて、まあ、大学に行こうっていうあの、まあ、先生になるためには大学行かなきゃいけないでその時の選択肢としてその教師になるために教師学科教育学科か、はい、で絶対に教師になれる道 を歩むか、それか、まあ、神田外語大学とかそういう外国大学を出ることによっていろんな経験が話せられる教師になるかっていう選択肢があって、うん、僕はそうですね自分の中でその中学校の先生みたいになりたいっていう目標があったので、まあ、いろんな経験が話せられるようになるために、うん、あの大学を選ぼうっていうこと、うんうん、で。 えとまあ、神田外語大学を選びます、ね、やっぱりいろんな学科の生徒がいることであったりとか、うん、その周りの環境がこう留学によく行く環境であったりとかの方が、まあ、生の英語も話せるというか、うん、まあ経験を話せられるっていう感じたので、はい、そうですね神田外語大学を選んでます。うんうん、なるほど まあ英語をただただ学ぶだけじゃなくていろんなそれこそ価値観とかも学べるまあそんな大学にかれましてまさにこのね大学でも再び大きな転機というのが小泉さんに起こるわけなんですがこのことが発生しているのは大学の2年生の時ですねに再び今度はオーストラリアではない国に留学をするという決断をするんですがこれがあの先ほどと同じような交換留学でという形ではなくて一度休学をして。 で時間を取って、今度はニュージーランドの方に行かれるという決断をしているわけなんですが、この決断もまたまたねあの、かなり長期間で、まあ、休学もしてっていうことなので、当時からすると、まあ、どういった背景でこの休学に至られたのか、なかなか気になるところなんですが、もともと休学して留学しようと思ってらっしゃったんですかえっと、もともとというか、大学1年目の時にそうですね、思ってますね。あ,のー、あそうだったんですね。うん 大学1年目の時にサッカー部に所属しててサッカー部の先輩とかは大体3年目が終わって4年目4年生になる前に留学をする、まあ、交換留学だったりとかあとはまあ休学して全然留学するっていう先輩の話とかを聞いてたんですよ。僕も、あのー、別に交換留学とか休学とかにこだわりはなかったので。 うん、まあ海外行くんだろうなただ、うん、その先輩とかはやっぱり語学学校現地の語学学校に通ってたりとかなんか目的意識本当にあるのかなっていう、うん、まあ交換留学の方々はなんかこうやって現地の大学に行って、まあ、自分の興味のある分野を学ぶとかは聞いてたんですけど、うん、なんかそのぼんやりと海外行きたいから海外に行くっていう選択は、うんうん 僕からしたら、じゃあもう普通に旅行で行けばいいじゃんって思っちゃう。うんうん、で目的意識を持って何かしらに打ち込みたいっていうのはずっと考えてました、うん、1>, 1年目の時に。に。途中からそうですよ、ね、あのその大学3年目、3年目の終わりに行くっていう、うん、そういう選択を僕は考えられなくて、うん、ちょっと遅いじゃないですか、なんかあの、うん、思い立ったらすぐに行動したいタイプだったので、 今もなんですけど、なので海外に行くって決めたら、海外に行くためにこう動きたくて、大学1年目の本当に半分ぐらいから動,、うん、動いちゃいました、ね。もう来年からはもう日本にはいない、うん、海外にさっさと行けば、また次、自分に必要なものは見つかるだろうということで。うん、であればもうすぐに。早ければ早いほうがいいだろうと、ね、い,い,いうことで行ます、うん。うん。 次にニュージーランドを選んだ、ここはででだったんですかここはもうサッカーの関係ですね。なんかあの、うん、サッカーで海外に行くっていうことが決まったものの、じゃあどこの国かっていうのは全然決まらずに、うん、で、ツイッターで海外でプレーしている選手に、今、DM を送ったんですよ。うん、日本人の選手なんですけど、DM を送ったら、はい、そのニュージーランドでワンシーズンというか、うん、あのちょっとだけプレーし、うん、練習参加かな、してた。うん あの大学生がいるっていうことでつないでいただいてその子はまあニュージーランドを選んでたんですよ、ね、んニュージーランドは、うん、あのプロチームとかプロリーグはないんですよプロではないものの、まあ、セミプロ契約でああセミプロチームセミプロ選手がいるっていうのがまあニュージーランドっ国なんですけどクラブワールドカップっていう、うん、クラブチームのワールドカップ、うん、世界大会があるんですけどそこの、うんえっと、オセアニア代表 にニュージーランドのチームが良くなるんですね。で、<ー>オセアニアっていうと、オーストラリアがあるんですけど、はい、オーストラリアがプロチーム、プロリーグはあるものの、オーストラリアはアジア枠で日本と戦うんですよ。で、はい、オセアニアってなると、そう,ね、そうですニュージプロ他に、ニュージーランドの他にプロチームとかはなくて、<ー>スイングプロチームである<ー>あのニュージーランドのチームがよく<ー>あの代表として戦うっているので、そこを のクラブワールドカップに出ることによって、他のプロチームからオファーがかかっている選手がいたりとか、まあ、よくある話なので、えー、じゃあそこを目指していこうということで、はい、ニュージーランドという国を選びました。うん、あとはまあ英語を学べるというか、うん、英語をちゃんと使えるような国っていうところまで絞り込むと、うん、まあほぼ分なかったので、うん、そこでニュージージランドです、ね、DM から始まってでも、サッカー留学だったんですね、もう。 そうですね、まあ、サッカー挑戦、留学,学、学びでは特にじゃなくて、はい、本当に挑戦するので、はい、サッカー挑戦。あそうでも、高校の時とは全くこうまあ趣旨も目的も異なる、まあ、長期でのね、それこそ海外渡航をされるというわけですが、よく DM を送る、もうこれも、なんか、まさに先ほどおっしゃってた、思い立ったら即行動みたいな感じで。あの こう小泉さんとしては DM 送ったらどう思われるかなとか何かそんなことを思うよりもまず行動してみようって感じだったんですかそうですねもうその高校生の時の留学も、うん、まずはこう先生に相談ではい、はい、そこから生まれたあの交換留学っていうお話だったのでじゃあまずはこう行動することって大事なんだろって僕あの全然中学校とかは、うんまあ、今も内向的なんですけど全然行動も伴わないような内向的で。 なんなら外で遊ぶよりも家の中で遊ぶ方が楽しいし大人数で遊ぶよりも一人とか二人とか本当に少人数で遊ぶことが好きっていう価値観の下でこう生まれ育っててなんなら自分からこうアクションをするとか本当にないなかったですねでサッカーも兄の影響でそのままなんか普通に兄の影響で始めたっていうその,その外の影響だったので自分からアクションすることは本当に今まではなかったものの 高校生の夏から少しずつ少しずつやっぱ変わりました、うんうん。だんだんとご自身で行動を起こしてみる方になっていき、うん、まあついには、ね、そのずっとされてきたサッカーを、まあ、海外で挑戦をするという大きな1年間をされるわけですが、はい、その1年間を経てサッカーに対する思いというのは何か変化がありましたか ?1 年間でサッカーに対する思い。うん ずっとその1年間もつらかったんですよ。うん、トップチームの練習にうん、うん、僕その時19歳で、うん、えっとニュージーランド3部のチームですね3部のチームに所属してたんですけど、うん、セミプロ契約はいられたもののそのセミプロの内容としてはトップチームでのプレーうん、うん でいくらとか、まあ、チームが勝ったらいくらとかあと得点取ったらいくらっていう契約だったんで、うん、まあお金は正直もらえてない状態で、はい、ずっとあーのー、まあ、プレーしててやっぱりそこでトップチームでプレーしている選手は全然20代の半ばとか、うん、後半とかで自分よりも体格が大きくて大きい選手ばっかりで19歳っていうとまだまだ育成年代なんですね。 そのトップチームじゃなくて19、うん、アンダーあれ何なんだろうアンダー24のチームとかかな、うん、全然年齢が低いチームと同じせ、はい、年齢で、うんあのー、練習も行ったり来たりですね B チームと A チームを行ったり来たりとかしてたりとか、うん、で自分ではここの部分では、うん、そのトップチームの選手よりも強するのに、うんまあ、ここの部分では、うん、その 通用しないかからちょっっと歯がゆかったですね、うん、で絶対にいやこの選手よりかはいいだろうと思っててもそこを決めるのはやっぱり監督であって全然自分ではなかったそういう、うん、そうですね全然歯がゆかったのでうん、うん、まあ正直つらかったですあの1年間、ま、っずっとつらかったですね、うんそうですね で最後の最後にもうちょっとニュージーランド痛いたいなっていう気持ちはまだあったんですよ、うん、本当にギリギリまで。ニュージーランドから日本に帰ってくる3ヶ月とか前までは全然そういう気持ちがあって、2>, はい、2ヶ月かの前くらいまではそういう気持ちがあって、うんえっと、ニュージーランドのサッカーリーグってちょっと特殊で、サマーリーグとウィンターリーグってあるんですよあのー、クラブワールドカップに,に出ているチームってサマーリーグ。うん ですごい全世界から世界からこう収集して一つのチームを作り上げるとか全然ざらになるんですけど、うん、ウィンターリーグが僕がプレイしてたリーグでウィンターからサマーリーグに上がればそれこそこうクラブワールドカップの道が結構切り開かれるんですけどそこで、えっと、ウィンターからサマーに切り替わるときにあのトライアルがあるんですねで僕 まだまだトップチームで通用するとは思ってなかったのででも19歳っていうと、うん、その育成年代の最後の年なんですね。うん、なのであのサマーリーグでプレーしているチームの,あのユースチームのトライアルを受けてて、うん、すごい僕がいたところがオーストラリアっていうもう北の方なんですよ北の先端なんですけどそこから、はい あの南の先端のチームにトライアルを突撃しに行くとかやってましたね。でうん、うん、結構通用したものの最終的には選ばなくて、うん、サッカーをスパッとやめたっていうのが、うんえー、経緯です。なるほど、パ、まあ、ロを目指して本で、ね、海外の異国の地で1年間頑張ってみられて結果、でもそのやめるという最後の決断をされた結構ここに関しては何でしょう こう泣く泣くというよりは、ご自身としてもこう納得して、まあ次の道に進もうという感じで。また帰国で戻ってこられた感じだったんですか。そうです、ね、天秤にかけて、ここであと5年間プレーして。まあ上達、その現地のサッカーに慣れて、上達もして。うんはい、今よりかはいい結果は得られるだろう。でも。あーのー、そこでプロになれる道。 未来は僕の中では見えてはこなくて、うん、なんなら自分の何かしらの職業とずっとサッカーを続けてきて、うん、サッカーでもうちょっとだけお金がもらえるっていう未来しか見えてこなかったんですニュージーランドではなんでそうん、いう未来とあとは帰国して大学に復学して卒業して、うん、えっと、まあ、サラリーマンなり何な,なりになる未来、まあ、どっちの方がいいのかなって考えた時に 結局、日本に帰ってきてもサッカーをしたかったらまあするだろうっていう、うんで、サッカーは別にしたくなかったらしないだろうとは思ったので、うん、じゃあ1回離れてみるっていうのはありだなっていう思いで、もうやめたら、もう本当にスパッとやめられました。次にやることを見つけというか、次に目指す方向性、まあ、次、新たに挑戦してみようということを。 あの本当に思い描かれた上で、サッカーというものも一度区切りをつけていらっしゃるわけなんですが、ご帰国後に関しては、休学中でいらっしゃったので、もちろんその後大学に復学をされていらっしゃいます。で、この復学後も、またまたね、大きないろんな転機が、小泉さんにはあられるわけなんですが、その復学された後とに、ビジネスと、ご自身でのビジネスと、あと、インターンシップ。 ね、NPO 法人でのインターンシップというこの大きく2つを始められていますがこの,あのいわゆるビジネスを自分でやろうと思われたのはこれがまさに今の会社のまあ前進というかっていうふうな位置づけで捉えていいですかねまあそうですね全然その時は事業をやっている感覚はなくて、うん、将来的に起業したいなっていう思いのもと<る>でも、うん、なんだろうビジネスって何から始めればいいのか分からなくて。 イベント団体を作ったんです。そのイベント団体の前に大学ああの、ニュージーランドから日本に帰ってきて、うんうん、で9ヶ月間で切り上げて帰ってきたので、うん、あとの3ヶ月間も休学だったんですよ。で、その3ヶ月間の中であ<ー>僕あの、バイトをしてたんですね。ONEPIECE、東京タワーにもともとあったワンピースタワーって、うん、今はなくなってるんですけど、そういうワンピースタワーっていう、うん、ワンピースのアトラクション。 のそこの限定のものなんかえっとワンピースタワー限定のキーホルダーとか缶バッジとかが置いてあって、うんうん、それを普通に買ってメルカリで流すっていう転売から始めたんですよ。でその転売がまあそこそこ本当にお小遣い程度ですけど5万円ぐらいの利益が得られるぐらい今なってでその時バイトをめちゃめちゃしてたので 普通にサラリーマン新卒社員と同じ月給ぐらいは稼いでたんですね。うん、ででもそ,うそれを続けていっても、うん、正直面白くないなっていうのは感,感じてました。うん、その人となんかこう会話することがその時楽しかったんけれども副業では全然誰とも会話しないっていうでこれをじゃあ月100万稼いだところで、はい、ところで感はありましたね。うん お金を得られたところで別に自分自身の成長はないし安定して稼げるかっていうと別にそうではなかったっていうのでえっとそこからじゃあ,あの他の人がやってるような事業ってどういう事業なんだろうっていうのを見てでも自分ができることって本当に少なかったのでじゃあまずはイベントからだなっていう思いでそうですねイベント団体をこう作って。 お笑いスポーツ、うん、あとはちょっとしたセミナーのイベントを打ってました。最初はもうじゃあ今と全然違う形からスタートをされて、はい、でさらにはそのご自身で、ね、ビジネスをされていらっしゃるだけではなくて、と大手の人材障害会社さんと、そして NPO 法人、皆さん聞かれたことありますかね テックフォアジャパンという NPO 法人があるんですが、そちらの2つでインターンもされていたっていう感じですかねそうですね、まあ、大手人材紹介会社、うん、あの、まあ、リクルートキャリアさんですも、ねうん。で、本当に短期間ですけど、3か月間の短期インターンとして、うんうん、えやってました。で、NPO 法人、これ、ティーチフォ o ジャパンっていう。あ、失礼しました。ティーチフォアジャパンはい、完全にこれ、教育系の NPO 法人なんですけど、うん、ここでも。うんうん 短期インターンですだったんですよ。で、どっちも短期の,の内容が、うん、あの3ヶ月かな ?3 ヶ月で、えっと、リクルーティングするっていうような内容で、リクルートキャリアでは、インターン旋のえっの、と、部署、事、うん、業だったので、そのインターン候補生をリクルーティングするっていう内容と、あとはこの teach for Japan でも ここちょっと特殊な NPO 法人であまり聞かないと思うんですけどこの Teach for Japan の主な事業っていうのが教師の育成と教師の派遣なんですよ。はい。で、すよね教師の育成っていうのが普通にビジネスマン、ビジネスマンをもともと教師志望だったビジネスマンをもしも仮に免許を持たず持ってなかったとしても全然 派遣するっていうで、そこの派遣の土台となっているのが教育です教師の教育をして、教育が困難校と呼われる非、まあ、行とか不,不良とかが非常に多い高校にこう派遣して2年間派遣してそこで改革してもらうみたいな授業をやっててそこの、えっと、教師のことをフェローって言うんですけど、うん、そのフェローの候補生のリクルーティングするっていうようなインターンの内容を。 でしたね、でこれが本当にありがたいことにどっちもあの1位を取ることができて、うん、ーあの Teach for Japan ではマレーシアですね、うん、マレーシアにあの研修っていう名の遊びに行ったりとか、うん、リクルートキャリアでも1位を取ってちょっと、うん、あのいい経験をさせていただいたっていう過去があります。うんうん なんかちょっとここでまた再びあのご自身のビジネス、そしてインターンというね、一番最初に高校生の留学の頃に思われていた、こうまあ、自分でお金を稼ぐということもされつつ、ただ教育という軸にもまたちょっと寄ってこられた感じはありますが、この,あのインターンシップを通して、まあ、でも小泉さんとしては結構大事なことにも気づかれたということで、まあ、t e a c h for j a p a n の取り組みを通して、しかこう感じられた社会課題があると。 いうことなんですが、この時ってこうどんな課題感感じられたんですかこのインター経験を経て。まあこの時に直接現場を見ることはできなかったんですよ。うん、あのリクルートングだったので。た、はい、だやっぱりそういう話をこう聞くそ,う、ねうん、その経済この Teach for Japan を作った、うん、あの、うん、創業者。はい。の思いとしてその経済格差、まあ、お金を持っていない家庭は。うん あの教育費をこう費やすことができずしてそこで生まれた子どもの生涯年収がある程度決まっているっていう経済格差による教育の格差になっている現実をどうにかしたいっていう創業者の思いをすごいこう聞いていて僕の中にあった教師の,その理想像っていうのは経験を話せられる教師いろんな経験を話せられる教師だったけれどももうちょっとこう俯瞰して。 そういう課題を解決しようとしている教育の人もいる、うん、まあ教師もいるっていう、そこで自分の中の価値観がこう加わりましたね、うん、Teach for Japan によって。うんなるほど。まあ、この時がちょっとこう、いわゆるお金、まあ、雇用ないしは、その資金というところが、まあ、人の人生に大きく関わっていくっていうのが、なんとなくこう、うん、感覚として見えてきた時。そうですね、っしゃって。 なな Teach for Japan という NPO 法人も一番の課題っていうのはお金もあったんですよね。この NPO 法人事業を継続する要因としても、うん、そうですね、お金っていうのが大きくて、うん、お金を大きな会社からこの Teach for Japan は引っ張ってきた、うん、来てたんですけど、うんはい、そこのお金の金額が少なくなれば、うん 人件費にも費やせないけれども人件費を費やさないと研修がうまくいかないっていう連鎖、うん、で、うん、そもそも NPO 法人で働く人たちって別にお金にめちゃめちゃ執着があるとかではないものの、うん、やっぱお金が低いとどうしてもストレスになってしまうでこういう NPO 法人、うん、NPO をやっていると 高速時間って多分普通の会社よりもこれ長いんですよね。全然残業とかあるみたいで。そうなるとお金が低いけれども残業が多い。うん、けどもやる意義はだけしかない。うんうん、そのやりがいしかないっていう環境だったら普通の人は多分気持ちよくは働けないんだなっていうのは結構感じてましたね。僕がやる授業はしっかりと 経済的に動かそう、NPO 法人ではなくて、営業法人として動かそうっていう価値観を結構、ここで強く固められました、うん、なるほど、もうまさにあのおっしゃられる通り、小泉さんにとって、このインターンシップあのでのご経験、そしてご自身でまあビジネスをされたという、学生時代にビジネスをされたという経験は結構大きくて。 その後の選択あの、私もちょっとびっくりしたんですが、なんとなんとあの大学を中退されるというご選択を次はされるんですね。これ、な,なんでまたまた大学をやめようと思ったんですかちょっと海外の、うん、2>, 2年目で行ってきて、3年目に英語と向き合えなかったんですよ。日本で勉強する意味っていうのが本当に感じられなくなって、英語を話したいんだったら海外に行けばいいし。 海外でにで勉強することが一番いいっていう価値観になってしまって、うん、じゃあ海外からこう帰ってきて日本で英語を勉強する意味って本当に試験勉強ぐらいだったんです、うん、でも別に僕自身試験勉強のために英語を費やしたくはなかったっていうのともうこの大学中退間際はもう大学4年目になってくると。 あのもう教師の夢っていうのも,もう自分の中では優先順位が低くなったんですよその将来的にじゃあ一回社会に出たいっていう思いがあってで将来的にえー、っと教師になりたくなったらこの teachforjapan の制度を利用してビジネスマンでも教師の免許を持たずしても教育の現場に立てるっていうそういう社会は非常に解像度高くってこれは できるだろうって僕の中では思ってたのでじゃあ今教師の免許を取る意味もないなっていうでその時まだ大学4年目だったけども大学2年生だったのであと2年間を大学に費やすのかもうすぐにこの2年間、えー、一回働いてみるのか、うん、どっちがいいのかって考えた時に一回働く選択肢の方が自分の中では高くなってでまた大学に戻りたいんであれば自分で稼いだお金であ、うん、大学に戻ればいいと思ったので もうスパッと、うん、スパッというかや、うん、める選択肢を取りました。うん、その時はもう親には正直、うん、あの、うん、父には内緒で母にだけ言って、うん、もうやめて、うん、ですぐに働きます。うん <laughs> それぐらい迷いなく。あの迷う 迷いましたあの正直大学3年の終わりとかにはもう辞めたかったんですよ。でも説得というか母に説得するのにまあ半年かかって、はい、で最終的に僕大学にいることも本当につらくて英語と向き合えてないけれども、うん、神田外語大学って文系の中ではすごい課題が多い大学なんですよ。なので課題も しっかりとこなさなきゃいけないっていうプレッシャー、担任の,の先生にめっちゃ言われるので、うんうん、そこの狭間でめっちゃ辛くて、うん、いや、これ、無理だわっていうことを母に伝えて、やめていいよっていうことで、やめましたうんうん、うん。なるほど。そしてあの、先ほどもおっしゃってましたが、あのまさに働きたいという思いで、その大学を中退された後もも、早速、まあ、働き始められるわけなんですが、最初から今の ママのチーズケーキに至るような、そういった事業を最初からされていたというわけではなく、なんとなんと、中退した翌月から、投資用のワンルームマンションの営業マンになられたってまたこれも全然違ったことを最初、始められたんですねそうです僕自身、インターンの時もそうですし、自分でイベント団体を作った時もそうだったんですけど、はい、大きな金額を稼ぐっていう経験ってできなかったんですよ、その大学生の時にはい。なる やっぱり5万円とか10万円とか、それくらいの金額しか自分の力では稼げなくて。だとしたら、稼ぐっていうことに一回フォーカスを当てようっていうのと、僕自身ちょっと営業があの苦手っていう苦手意識を持ってたので、じゃあ、しっかりと稼げる営業ってなんだろうってうことを考えたときに、不動産、単価は高くてインセンティブあるような業界。 でなおかつあの、お金、稼ぐというところにフォーカスを当てるんだったら、お金のことについてもちょっと詳しくなりたいなということで、えーとうん、不動産の中でも投資用物件営業マンになりましたのですぐに、やっぱ働きたかったので、うんうん、そこはもう迷いなく、欲つけから働きました。<laughs> うん、始められどうでした、そのご自身としては苦手意識というか、あまり得意ではないかも、自分がと思われていらっしゃった営業。うん いきなりやっっぱり最初かかから成果が出るようななものではなかったではたすかいやー全然そうですね、成果で打ったのが、うん、10月に入社かな ?10 月に入社してはい、はい、一番最初の成果が出たのが、うん、初契約が2月ぐらいだったんですよ。うん、なので4ヶ月間は、うん、本当に契約が取れずなんならアポス、うん、アポイントの数、うん、打ち合わせの数もめちゃめちゃ少なかったんですよ。ただ、うん、あのー これ多分途中入社だから良かったとは思ってて10月ぐらいになるとこの新卒入社の同期年代としては1個上の先輩なんですけど先輩たちが非常にこうぬるいというか、うんうん、もう入社当時は多分先輩方も。 絶対ややってやるぞみたいな気持ちで入ってきたと思うんですけどそういう気持ちが薄れてきてたのが10月ぐらいだったんですよでそういう先輩たちを見ててこういう先輩にはなりたくないっていう思いであったりとかこの先輩たち全然越せるなっていう思いが逆にこう芽生えられたので成果の出なかったその3ヶ月間4ヶ月間もうひたすらあのなんだろう修業後大体修行が10時ぐらいになるんですけど10時から終電まで その先輩のボイス、うん、営業電話とか聞いていた,だいたりとか、うん、あとは、商材の知識を、すぐにでも早く、なるべく早く、あのうん、商材の知識を得ようということで、本を読んでたりとかして、すごい自分に投資してましたね。全然成果が出なかったとしても。うん、でも、そうすると4月、4ヶ月経過の、3ヶ月経過かな、まあ、1月、2月ぐらいから、しっかりとアポイント数も取れるようになってきてて、 うん、初契約が取れてそこからはすごい良かったですね全然成果が出る社員になれてあの、うん、最終的にこの1年間1年目で、うん、えっと先輩含め先輩社員営業社員が20人15人ぐらいいたんですよ、うん、15人の中で5位になって、はい、で、うん、月間でも,もう2位になれる月もあったりとかして全然、うん 上司からはいい目で見られたりとか、そういう先輩半年先輩の人の中でも,もうエースって呼ばれるようにはなれました。うんうん、すごい成長じゃないですか。すごかったお金もよかったので、はい。全然今よりもいい生活できてました。うん 今振り返ってみると、あの成果が出なかった4ヶ月間とおっしゃってましたが、その期間にあのずっと愚職で何を自分はしたら売れるようになるのかっていうのをずっとやってきたっていう、そこがやっぱり大きかったですか大きいですの、ね、で、うん、上司にも恵まれたんですよ。上司の方が自分の年齢だけで言うと、1歳年下なんですよ。1歳年下の上司、もうその時にはもう管理職になってて、でもその人が非常に優秀で、うん その人も大学を中退されてるんですよ、はい、ただすごい知識豊富ですし営業のスタイルとしてもなんだろうもう若さも利用しているけれども勢いもあってでも落ち着きもあるタイミングがあるとかすごい考えられている方でまあこの人最初は嫌いだったんですよその上司のことがでもこの人の実力は本物だなっていう思ってでもうそこからはすごいめっちゃ学びましたでそういう上司に恵まれたりとか もあってて、うんえっと、成果は出てます、うん、確かに周りの人のいいところを盗み、そしてご自身の糧として自分の学びも得つつ。 自分のアウトプットとしてどんどんあの行動していかれたことによってだんだんと営業というものも学ばれるようになってきたそんな小泉さんなんですが、まあ、もちろん今ねされてらっしゃるのは当時の東証ワンルームマンションの営業ではなく、まあ、ご自身でビジネスをされているということなので、まあ、どこかのタイミングで会社を辞められるということがはすあの起きているわけではあるんですがこれ大体どれぐらいのタイミングでなんか会社を辞めて自分で何か事業やってみようかなって 次の道歩まれよえっとですね、まあ、不動産の時はもう1年間して本当にそこそこ成果は出たからあ、うん、けどもやっぱり朝9時から終電までの生活を続けるっていうのは自分の中でも結構なストレスだったんですね。 でそれで結構いろいろトラブルが重なって、まあ、1年間で辞めました。でその時に次にあの人材紹介は学生の時からちょっと興味があってインターンもしてたぐらいだったので人材紹介会社に行きたいって思って人材紹介会社に行ったものの、はい、その現実理想と現実のギャップが激しかったのがもう人材紹介会社だったんですよ。全然人に対していいことしてないやんって思っちゃって。 この会社では、まあ、介護業界特化型っていう比較的介護の方々ってもう今の職場から逃げの意味合いでの転職理由が非常に多か,、うん、多かったんですよ。で精神的にもこう弱っているけれども営業マンはもうガンガン、うん、ガンガン営業するみたいな。 ガガンガンここの会社いいですよ、ここの会社こういうところがいいですよみたいな、実際にいいか悪いかも現場に行ってみないと分からないにもかかわらず人材紹介会社っていう立場上、うん、いいって言,言うっていう、そこがちょっと嫌で,で、上司もそこはもうガン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 もういいって言えっていうようなスタイルで、うん、僕は嫌だったんですよ、ね。でもこれ、うん、そこの会社は3ヶ月間で辞めたんですけど、うん、その、 自分の中でその辞めたタイミングで、うん、ここの会社が嫌だから辞めるとかここの商材売りにくいから辞めるっていうその商材とか会社のせいにしている以上自分の成長はないなと思ったんですね。はい、で、うん、その時にじゃあどうすればいいかって考えたらもうそのサービスの内容から営業まで自分でコントロールができるのであれば。うんうん、あの 結局の責任はそこの会社ではなくて自分の責任になるので、そういう自分で事業をやることが自分の成長でもあるし、自分の言い訳のしない道だなっていうのは思ったので、そこくらいから、うんえっと、自分でサービスを作ることが第一優先になりました。で会社を辞めた4ヶ月間は Web 制作の勉強をしてで、昨年の7月、会社を作る前に、転職活動を普通にしてたんですよ。はい 転職活動をしててその最中にその時は全然すぐに起業するとか思ってなくて29歳までに起業するってことは考えてたんですけどここで出会った社長さんに「もう起業しちゃいないよ」って言われてなんかここでその社長さんはここで君が起業しなかったら、まあ、結局起業しない人間だしする人間はすぐにでもするっていうことを聞いて、まあ、めちゃめちゃ悔しくなったんですよね。 だとしたらあのすぐに起業しようっていう僕は思って、うん、すぐにとりあえず会社設立しましたね。で会社設立とりあえずしたらあのー、なんだろう普通に自分でサービス作ってやってみるのが面白くなって、うん、からのめり込んだっていうようなちょっとノリと勢いで会社設立して後から面白くなったっていうパターンですね。 うんうんうん、でも一言、出会った方の声があって、ならば、まだ、あれですね、でもあの留学の時ともちょっと近いかもしれないですが、なんか先延ばしにするぐらいであれば、今やっちゃえと。うん、いやまさに、うん、その行動力でもあるかもしれないですが、まず最初は今の,あのママのチーズケーキではなく、旅のプラットフォームから、最初に、ね、冒頭にもご説明いただきましたが、初めて。 そしてその後も別の Perfume の方ですね、香水の方の事業をされて、そして今に至るという、なので、全部が全部こう最初からうまくいったわけではなく、その後もずっと行動しながら小泉さんとしては事業を今も作ってらっしゃるんですね。そうですね、僕は非常に行動タイプな性格ですね。うん、うん、そうですね、どうしても。うん うん、なんかすごい起業家の中でも緻密に計画を練ってやっている人もいるものの、うん、僕は行動から学ぶことが多くて、はい、行動からやらないと気が済まないっていう性格ですね、うんうん、なので実は Perfume 香水の事業の方で投資家の方からお金を借りて事業をやったんですけど、うんうん その時製造費用にまあ100万以上かかったのでその時全然お金がなくて100万以上すらも用意ができない環境下だったんで投資家を募ってでその投資家の方が実業家なんですよあのリラクルっていうリラクゼーションの,あの会社が黄色い看板の会社よく目にするかもしれないですけど日本全国に今600店舗以上ある会社の創業者の方に お金を借りて、まあ、融資、出資ではなくて、融資でお金を借りて、うん、でその事業、はい、その方とにアドバイスをこういただきながら、あのうん、チューベルっていうブランド作ったんですけど、その方はすごい計算を練るタイプなんですよ。うん、すごいこういう計画で、こういう感じでっていう感じだったんですけど、僕はすごい行動から走っちゃうので、ちょっと、うん、あのなんだろう、結構怒られることとかもあって。 でもその方のおかげで、あの,うん、のママのチーズケーキでは行動も大切だけれども、しっかりと計算戦略を作った上で行動しないと大きくはならないということであったりとかあの、その方はよく言ってたんですけど、や事業の成功確率ってまあ30%ぐらい。で、うん、このリラクルの,あの代表あ、創業者の方ですらも50%。うん、だから2つに1つぐらいは正直失敗する。 からやらなきゃいけないということを言ってくださったりとかしてて、うんじゃあまあ挑戦し続けることってやっぱり大切だよねとは思ってて、うん、でも、地熱影響をやった時にはしっかりとうまくいって、このリーラクの代表の方のおかげでもあるなっていうのを感じています、うんうんうん。なるほど、小泉さんもどんどんやっていくことによって分かってきたんですね、そういう行動の大切さというものも。そそうです、ね、そうでですすね うん、行動だけではなくて考えながら動くということも大事でありやっぱりあの小泉さんとしてちょっとねもうお時間もだいぶ迫ってきているところではありますのではい名残惜しいところではあるんですが小泉さんとしてこう大事にされてきたこともちろんたくさんあられるとは思うんですけれどもまあ数多くのことサッカーに始まりそしてインターンシップ で営業マンからのご自身の事業もいくつか経験をされてきて、なんかそれでも止まらずにこう走り続けようと思う。やっぱりこう小泉さんとして心の原動力になっているものとか、何し大事にしている思いとか信念ってありますか大事にしていること、うん、も,もう。うん、なんだろう大事にしていること僕そうです不動産の時も。うん 正直、不動産の時の働き方と今の働き方ってほぼほぼ一緒で、朝起きたらもうずっと自由のことを考えて、寝る直前まで考えているっていう状態でずっとこう毎日毎日、特に休みとかもなくやってるんですけど、なんだろう、う自分の理想にいかに近づけるか、その近づくための道のり、理想のに近づくための道のりはもう特にモチベーション、 いらずににひたすらやり続けることとよって、うん、自分の理想と近づくからやるみたいなもうやるだけみたいな思いでやってます、ねうん、で、うん、少し少なからずやっぱ反応が得られるとそれが結構まあモチベーションにつながったりとかしてやっぱりやっていってよかったなとか、うん、もっとこう拡大する未来がめっちゃ見れたりとかするので、うん、そこがそうですね自分の中で大きいですね。 なんか僕結構未来を描けられる人間みたいで、うん、その夢とか自分の理想とかをすごいすごい鮮明に描けられるんですよでそういう話をしたらあんま描けられない人も中にはいるみたいで自分の強みってなんかこういうスキルがあるとかではなくてその未来を改造度高く描けられることが得意なんだなっていう。 だからよくモチベーションって何ですかって聞かれても僕自身はそんなないんですよね。とにかくやるだけで自分の理想に近づけられる、うん、でその理想があるからこそやれるみたいなうん、うん、そういう状態にもなってます、うんうん、先を思いかけるからこそいやここにたどり着くまでもうやることをやるだけだという状況に。うん、なるほど。 まさにね、あのー、小泉さんおっしゃられるように、皆さんがこう描けるわけではないかもしれないんですが、ただその中でも自分がこうどんなことをやってみたいまではなくても、どんなことを目指していきたいか、たいな漠然としたものだけでもあるだけでも行動が変わってくるかもしれないですね、うん。でもまあ夢っていうのはもう漠然と、本当漠然としたものでいいとは思ってて、うん、なんかもう毎日ハンバーグを食べられる生活をしたいとか、お嫁さんになりたいとか、うんうん、もそういうのも非常に立派な夢なので。うん はい、ただ、まあ、そうですねその夢に対してどう向き合うかどうやってその夢を確実に得られる未来を作るかっていうのは、うん、今の自分自身なのでとにかく向き合っていただきたいです。ま、うんうん、まさにありがとうございますもっともっとお伺いしていきたいことたくさんあるんですがすみません、ちょっとだいぶお時間も延びて、はい、しまっておりますのですい,いえ、とんでもないです。うん、すみません 最後にですね、2点私の方からはお伺いをして、本日のお時間を締めていけたらなというふうに思います。一つは、先ほどもおっしゃってくださってましたね。皆さんも気になると思います。小泉さんの今後についてお伺いをしたいなと思っております。小泉さんが今思われていらっしゃるこう、貯金でやりたいことでももちろん大丈夫ですし、今後目指していきたい大きな夢でも大丈夫です。未来について思っていることありましたら教えてください。 はいえっと、僕の未来は最終的に死ぬまでにはあの夢を語れる街を作ること、うん、それを日本に作ることが最終的に死ぬまでにやりたいことなんですよ。まあ、街づくりですね。これも話すとちょっと長くなるのでだいぶ走るんですけどなんか自分自身今までこう夢を語ってきててやっぱり生きづらさを感じていた、うん、それこそこうサッカーで自分の実力に伴わずしてプロのサッカー選手になりたいっていうことを友達に言っていったら、うん、その友達も 親が自分の親に対してあの大人の役目は子供に現実を見させることだよっていうのを言われたらしくてそこを、まあ、母から聞いた時にやっぱり今でも記憶に残ってるんですよでも別に大人の役目って現実を見させることではなくて現実を見るのはその子供本人であると大人がやるべきことはその夢に対していかにサポートできるかいかに応援できるか だと思ってるんです、ね、いかにそうですね支援をするかということでそういう文化を根付いたような、えー、街をこう日本国内に作りたいです。それがもう過去の自分に送れる一番いい方法だとは思っててでそのためにはやっぱお金が必要であるしそういう、えー、と街にはこう飲食店とか宿泊施設とかいろいろ事業者さんがいるのでそこのつながりを作ったりとかしてで自分の思いと一致する方と一緒にやっぱやっていきたいので。 で、そのお金と人のつながり、そこを作るためには別に何でもいいと思ってるんですよ、今やるべきことって。うん、だからこそ、じゃあもうこう、ママのチーズケーキっていう、そういう D2C ブランドから始めているっていうのがあります。うん、で、直近の目標としては、まあ、店舗を作って、うん、店舗を拡大させること。うん、で、ママのチーズケーキでしっかりと雇用を生んで、うん、でなおかつ自分の会社にもお金をこうつやすことあ作ること。はい、そこはやっぱもう。うん 表で,すね、で、店舗でも店舗の解像度はだいぶ高まってるんですけども、うん、じゃあここからいかにこう全国展開をするかっていうところ、うん、そこはやっぱりこれから考えていかなきゃいけないところなので、楽しみです、うん。いや、本当にそうですね、びっくりしました。街づくりがされたいというのを私も今初めて伺ったので、<laughs> そうなんだと思って。まさにこの街づくりに関しては、大きくたくさんの方々を今度も巻き込んでいかれるのかななんて思ったりするので、皆さんぜひ小泉さんと。 それこそ今後出会われたりとか、あとね応援していきたいと思われる方、ぜひぜひ小泉さんもツイッターと SNS もされていらっしゃいますので、今後もあのチェックいただけると嬉しいなというふうに思います。はい、小泉さん改めて一時間ちょっとですねお時間今日ありがとうございました。もっともっとお伺いしていきたいところ。はい、いやもう本当にあの <laughs> 1> 今一時間じゃ絶対足りないですね。 本当にあの深い、もっともっとあのお話しされたいことたくさんあるのかなと思うんですが、小泉さん、最後にですね、あの今回この小泉さんのインタビューの動画、内し記事見てくださっている方に向けて何か言い残したこととか、これだけは何か自分の言葉として残しておきたいこととかありますかありがとうございます。えっと、うん、僕が残したい言葉として。うんあー いやでもままあの地図的言語ちょっとお話しすると、やっぱり今現状、SDGs っていうと環境問題であったりとか、うん、あのついついこう国際的な問題に、うん、まあ目が行きがち、それこそまあ動物、あビーガンであったりとかもそうですし、結構国際的なことに目が行きがちなんですけど、まあ、そこはまあもちろんいいことですし、あのこれからもこうどん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  いいいろいろ推進していきたいことではあるものの,その日本国内にもやっぱり課題感、まあ、問題っていうのはまあ数多くがあってシングルママの問題もそうですし、まあ、勉強の問題もそうですし少子高齢化とか、まあ、いろいろある中でそのなんだも,うちょもっと日本国内 なんなら身近にすごくいるんですよね、そのシングルママのもとで生まれたなんて、クラスメート30人の中で、本当に1人、2人、3人とか、なんなら5人とか10人とかの県地域も全然、じらにある、うん、そういう身近なあの課題にもこう目を向けられてみてはっていう言葉はやっぱり残したいです、ねうんうん、確かに大きなことも大事だけれども、まず目の前にもたくさんの課題があって、それと向き合っていこうと。 お金、結構裕福な生活としている人は気づけないところですからね、うん、どうしても。そうですね、なかなか。そういったあの近くの課題感に気づかせてくださるその存在の1人も小泉さんではあるので、ぜひ、はい、皆さん、はい、今後とも応援をしていっていただけると嬉しいなという,ふうに思いますし、小泉さんも、もしあの皆さん、何かこう小泉さんとちょっと。 例えばですけど、なんかメッセージしたいなとかありましたら、それこそツイッターとかでリブランとかに皆さんがコメントとかしても大丈夫ですかはい、なんでも大丈夫です。うん、わかりました。ありがとうございます。ぜひ、今日のインタビューをきっかけで何かご演が生まれると、私も嬉しいなと思います、はい。では、改めてですが、すみません、ちょっと長時間になってしまいましたが、本当にお時間ありがとうございました。うん、ありがとうございます。 ありがとうございました。関谷さんも最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。では、改めてですが、本日のユニークキ,キャリアランジ、以上としたいというふうに思います。改めて、本日のゲストは、ベンチャープロフサムの小泉作子さんでした。小泉さん、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございました。関谷さんも最後までありがとうございます。